皆さんこんばんは。全国各地でご覧の皆さんこんばんは。本日はようこそおいでくださいました。ただいまから日本共産党創立89周年記念講演会を開会いたします。私は司会を務めます副委員長の廣井信子です。この大ホールのほか中ホール、さらに全国各地の会場でも中継でご覧いただいております。心よりお礼申し上げます。3月11日の東日本大震災で亡くなられた方々への深い哀悼とともに、被災された方々への心からのお見舞いを申し上げます。今日は最初に救援復興活動の先頭に立って奮闘されている被災地の岩手、宮城、福島の県委員長さんからご挨拶させていただきます。はじめに菅原紀勝岩手県委員長です。どうぞ。ご紹介いただきました岩手県委員長を務めております菅原です。3月11日に発生した未曾有の大震災津波被害に対して、全国の皆さんから大変なご支援をいただきました。まず最初に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。大震災津波での岩手県内の被害は、死者4614人、行方不明者2269人、うち死亡届の受理数672人、家屋の倒壊24535棟、いまだに避難所で生活している方が4892名となっております。避難所から仮設住宅へと移る中で、笑い声も聞こえ、明るさが生まれ、表面上は落ち着きを取り戻しつつあるかのように見えます。しかし、仮設住宅の中でお線香の香りが物語るように、被災者、県民の傷跡はいまだに癒えている状況ではありません。こうした中で、多くの皆さんがまだ完全に復旧していない漁港に魚を水揚げし、仮設の店舗で商売を始め、残った機材で工場を再開し、そして田んぼと畑で農作業を始めるなど、明日への希望を持ち、力強く復興に立ち上がってきています。仮設住宅は岩手の場合、入居規模を上回る1万4000戸が建設されました。入居により食料支給が支援が打ち切られるなど、次第に自立が求められてきています。食料生活用品の不足、一人で過ごす時間が多く孤独感に見舞われ、将来の住まいは、仕事はと考えると睡眠薬を飲まないと眠れないという声も寄せられています。私たちは全国の皆さんの協力を得て、無料の青空市、憩いの場になっているお茶っ子の会の開催、毎日のように仮設住宅を訪問し、被災者の方々の様子をつかみながら要求に応えた活動を行っていますが、皆さんの協力も得ながらさらに強めたいと思っています。同時に復興への取り組みがいよいよ重要な段階に入ってまいりました。引き続き被災者の方々に寄り添いながら、心一つにしながら、被災者の生活基盤の再建こそ復興の土台、上からの復興を押し付け許さない、その見地で引き続き全力を挙げる決意であります。
この間、震災の救援活動を通じて、私たちは日本共産党とは何か、党員とはどうあるべきかを考えさせられ、教えられてきました。県内の党員の死亡は21名、行方不明9名となっております。及川一郎陸前高田市議会議員をはじめ、最後まで住民の避難誘導に当たりながら、尊い命を津波によって流された同志もいます。被災地の議員は、津波の恐ろしさ、無情さ、悲しみの深さ、それを埋めることは私の心ではできません。しかし、被災者の方が毎日少しでも和らげて生きればいいと思って支えています。斉藤県会議員は、失われた命のためにも、助かった命を守らなければならないと、毎週のように被災地に出向き、懸命に奮闘しています。多くの地方議員、党員が、自らの被災も顧みず、安否確認、物資の支援、避難所の責任者の活動など、文字通り献身的な活動を行ってきました。このような活動に突き動かすものは何なのか、命をも顧みず、指針なく活動する、人間らしい生活を求め、人間らしく生きる、そのために活動する、それは最も人間的であり、ヒューマンな姿だと思います。その集団こそ、日本共産党であり、ヒューマンな人間集団こそ、日本共産党だと思います。悲しみは尽きることはありませんけれども、党創立記念にあたって、日本共産党があるということは、日本の社会にとって、日本の未来にとって、文字通り宝だと痛感しています。そして、全国からの支援を受け、日本共産党の連帯の力、絆、温かさにも大変感動しております。岩手は延期選挙の真っ最中です。昨日は3自治体で5名全員が当選することができました。ありがとうございます。8月は被災地最初の知事選挙、県議会議員選挙、県との盛岡新規選をはじめ延期選挙が集中します。全国の皆さんの支援に応えて、必ず勝利目指して奮闘する決意を述べて、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて中島康弘宮城県委員長です。どうぞ。ご紹介いただきました中島康弘でございます。東京をはじめ全国の皆さんのボランティア、そして物資の支援に心から感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。死者行方不明含めて宮城県民1万1804人もの命を奪いました。震災から5ヶ月近くになりますけれども、宮城県民のなり合いは今なお深刻です。東京商工リサーチは津波浸水を受けた自治体に本社を置く企業数、そしてそこで働く従業員数について発表いたしました。例えば気仙沼市では本社を置く会社の 67% が津波で浸水をし、その会社の従業員は市全体の 78% になります。石巻市では 67% の会社が浸水し、従業員の 68%、塩釜市では 52.4% の会社が浸水し、従業員の 64% です。この会社の多くが今なお営業再開をできずに、多くの労働者が仕事を失っています。新聞赤旗が6月に行った被災者のアンケートでも、4割の方が仕事を失ったと、このように答えられております。多くの被災者の方は、避難所から仮設住宅に移っているわけでありますけれども、自宅で被災した人を含めて、暮らしの実態は深刻です。党の呼びかけによる救援ボランティアが宮城県に全国から6000人の方が入っていただいております。この皆さんの大きな支援を受けて、
私たちは被災者に寄り添い、物資のお届け、要望の聞き取り、泥出し活動などに取り組んでおります。ボランティアの皆さんが訪問すると、どこでも物資の不足、生活環境の改善、将来への不安について咳を切ったように訴えられます。石巻市ではお届け隊を270回、2万人以上の方に届けております。そしてこうした中で出された要望に基づいて、7月20日に石巻市議会で我が党の水沢藤江議員の質問に答えて、仮設住宅の玄関にも網戸が設置されるようになりました。また渡里町のいちご農家の泥出しでは、農業を続ける希望が湧いたなどと感謝をされております。まさに全国のボランティアの支援を受けた私たち日本共産党の救援復旧を目指す活動が、被災者の皆さんの生きる力、そして将来への希望になっております。改めて全国の皆さんの心のこもったご支援に心から感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。皆さん、宮城県は延期された地方議員選挙が8月28日、9月11日投票で一斉に行われます。今度の選挙は、救援や復興、原発問題をどうするのかと、被災者の声、市民の声で政治を動かす選挙にしなければならないと決意しております。仙台市では、津波被害とともに、今、宅地の被害が大きく広がっております。共産党も支援して、被害者の会を作り、宅地被害に公的負担を求めて全力を挙げているわけでありますけれども、仙台市は国に要望するだけで、率先して予算はつけようとしておりません。ですから、今度の市議選で、共産党が現状の6議席から7議席に躍進をさせて、この力で公費負担を実現させるなど、被災者主役の救援復興を進める機会にしなければならないと決意をしております。同時に、県民の暮らしやなりわいに関わる復旧に向けた取り組みがほとんど進んでいないことから、二大政党をはじめ、政治に対する不信感が今渦巻いております。国も県も市政も何もやってくれないとの声があちこちで聞かれます。仙台市議選では、公明党などは選挙活動を自粛すると称しているわけでありますけれども、これは市民への政治への批判をかわして、論戦抜きの選挙にしようとしているものでしかないと思います。私たちは政治と政党の在り方を堂々と訴えて戦います。同時に、勝利のためには相当の頑張りが必要です。今日は当該の皆さんが多く参加されている機会だと思いますけれども、あえて言わせていただきますと、山中層決定が本当に大事だというふうに思っております。大震災、原発事故での国民的な戦いを呼びかけ、一斉地方選挙の教訓を踏まえて、党の自力をつけることを提起をいたしました。私はこの山中層決定にしがみついて、頑張り抜く決意であります。引き続き、全国の皆さんの大きなご支援を心からお願いをいたしまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。最後は久保田仁志福島県委員長です。どうぞ。皆さん、こんばんは。ご紹介を受けました福島県会の久保田です。昨日、県庁所在地の福島市議選が行われました。7月では3つ目の市議選でした。選挙結果を受けての今日の挨拶ということで、心中穏やかではありませんでした。全国からのご支援を受けながら、4人全員の当選を勝ち取りました。これで原発事故以来、9市町村で15人全員の当選を勝ち取って、この場に立つことができました。
全国からボランティア支援、そして選挙支援と多くのご支援をいただきました。改めて心からのお礼と感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。福島市議選の一番の特徴は投票率が 14.45% も下がり 50% を下回って 42.36% 過去最低の中となる中で、我が党が得票率を過去最高の初めての 10% 台に伸ばして4人全員の当選を勝ち取ったことであります。選挙戦は大震災、原発事故という未曽有の危機の中で、政治が危機打開の役割を果たしていない、そういう政治不信とともに、何といっても原発事故による深刻な放射能汚染の不安、そうした重苦しい気分がある中での戦いでした。そういう中で民主党は2から1に後退、自民党も3から1に後退、社民党も4から3に後退しましたが、我が党は参議院比例票から1116票を伸ばし、得票率は前回から 1.46% を伸ばして過去最高の 10.44% で4議席確保を成し遂げました。この結果は未曽有の危機の中で、我が党が国民の中に打って出るならば前進しうる可能性が大いにあることを示した結果だと思っております。そして選挙戦の政治論戦でも特徴がありました。選挙ではほとんどの候補者が原発からの脱却、放射の問題などを取り上げましたけれども、その中で原発に一貫して反対し安全性を求めてきた日本共産党への共感が広がりました。同時に原発事故や放射能汚染の賠償問題について主張し訴えたのは日本共産党だけだということです。原発事故の賠償問題はアメリカ財界委員内という日本の政治の2つの以上が具体的に問われる問題だからであります。日本の改革の方針を示す綱領を持つ党だからこそ堂々と主張して力を発揮したと確信しております。党綱領に大いに確信を持って今後の戦いをさらに進めたいと思います。福島県は原子力依存からの脱却に大きく踏み出しました。原発ゼロの声を皆さんと共に力を合わせてさらに大きくしていきたいと思います。そして安心して住み続けられる福島県を取り戻すために、徹底した放射線量の調査を行い、徹底した除染を実施させていく、そしてそのすべての責任と負担は東電と国に求めていく、この戦いと運動を強めたいと思います。7月に原発事故による避難者の中から初めて入党者を迎えました。5人の方が入党を決意してくれました。我が党のボランティア活動や東電相手の賠償請求の戦いを通じて、避難者が新しい社会を目指して入党を決意していただいたことは大きな喜びであります。党創立記念集会にあたり、新しい日本の政治を作るにふさわしい強大な党建設に力を尽くし、引き続く選挙戦で勝利し国政選挙につなげていく、そうした成果を勝ち取っていく、その決意を述べさせていただいて今日の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。被災地と心を一つに奮闘して
いきたいと思います。それではこれから危機を乗り越えて新しい日本をと題して志位和夫委員長の記念講演を行います。志位委員長どうぞ。お集まりの皆さん、インターネット中継をご覧の全国の皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。私たちは今年の党創立記念日を戦後最悪の大震災と原発事故の元で迎えました。被災から5ヶ月近くが経ち、漁業と魚市場の再開など被災地の皆さんの懸命の努力で復興に向けた息吹が各地で起こっています。しかし今なお9万人を超える方々が避難生活を余儀なくされ、先の見えない不安と苦しみの淵に置かれています。福島原発事故はなお収束の見通しが立たず、被害が全国に拡大する深刻な事態が続いております。私は改めて亡くなられた方々への深い哀悼の気持ちとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。そして被災されたすべての方々に安心と希望の持てる生活が一日も早く訪れるように、日本共産党は被災者支援復旧復興の取り組みに引き続き党を挙げて全力を尽くす、この意思を表明したいと思うのであります。今日お話したいのは、3月11日を契機に国民の皆さんの中に政治や社会への見方、生き方に対する大きな変化が起こりつつあるということです。そしてこの変化が戦後最悪のこの大災害に対して国民の苦難を軽減し安全を守るという立党の精神で立ち向かう日本共産党の奮闘と共鳴し合い、新しい共同が広がっているということであります。大震災は国民の意識にどういう変化を作っているでしょうか。 NHK の朝一という番組ありますね。お日様の後にやる番組です。5月30日震災で変わった女の生き方という特集を放映しました。番組では東日本大震災の後、被災した人だけではなく日本中の女性たちの生き方や価値観に変化が生まれていますとして、次のような取材結果を明らかにしました。まず変わる結婚観。被災地から遠く離れた大阪でも震災の後結婚相談所に入会希望が殺到する。ある30代の女性は、震災前は
守られたいという意識が強く、結婚して楽になりたいという気持ちがあった。だけど被災地の人たちの相手の身を第一に考えて行動する姿を見て、守られるだけではなく守れるようになりたいと思ったと話していました。それから気持ちの変化、人のために何かしたい。初めてボランティアに参加したというある女性を取材しました。小さな頃から引っ込み思案だったという彼女は、被災地の現実を知ったことで何かしたい、逃げちゃいけないと奮い立ちました。仲間と協力して被災地にドライアイスを送る活動に参加。前だったらどうせダメだろうという気持ちで、やる前から消極的になっていたと思います。でも参加してみて、諦めるよりやってみようという気持ちになりましたと話していました。それからもう一つ、ご近所付き合いが楽しく、千葉県浦安市の今川地区、ここに7年前から暮らすある女性は、それまでなんとなく避けてきたご近所付き合いのイメージが震災で一変したといいます。幼い子供も持つ彼女は、震災の日、隣の家に住む年配の女性に親子ともども助けてもらうという出来事を経験しました。それ以来、子どもの安全を守るには住民同士の助け合いが大事だと感じ、自治会活動にボランティアで参加します。するとそれまで見えていなかった隣近所の人たちの素顔が少しずつ見えてくるようになり、ご近所付き合いを見直すきっかけになったのです。まあ、こういう報道なんです。まあ、一つ一つは小さいし、現れ方も様々ですけれども、私はここには大切な変化があると思います。そこに共通しているのは、人と人との絆を大切にしたいという思いであります。同じような変化は皆さんの身近にも感じておられるのではないでしょうか。多くの国民はこれまで自己責任論を押し付けられてバラバラにされてきました。ところが津波で家族も家も町も失った東北地方の人たちを目の当たりにして、一人では何もできない、みんなで力を合わせることこそ人間社会の本来の在り方ではないか、こういう思いが広がってるんじゃないでしょうか。多くの国民が救援募金を寄せ、ボランティアに取り組んでいます。皆さん、今自己責任論を国民的に乗り越え、温かい社会的連帯を求める大きな変化が生まれているのではないでしょうか。こうした国民の変化の中で、一人一人の被災者の苦しみに心を寄せて奮闘する日本共産党の活動が共鳴を広げております。まず被災地での日本共産党員の奮闘です。私も何度か被災地に伺いましたが、どこでも日本共産党員が自ら被災し、かけがえのない家族や友人を失いながら救援復興活動の先頭に立っている姿に接し、胸が熱くなる思いでありました。大震災によって我が党も49人の同志が命を落とし、10人が行方不明という犠牲を被りました。少なくない読者、支持者の方々も失いました。地方議員では
岩手県陸前高田市の及川一郎市議会議員が亡くなりました。菅原岩手県委員長はその状況について次のように語っています。3月11日及川議員は重税反対集会に参加し、地震でデモ行進が中断してから足取りが不明でしたが、意外なところからその動向が分かりました。盛岡市内で党議員と支部の皆さんが募金活動をしているときに、陸前高田から避難してきた人から、及川さんは津波だ、避難しろ、逃げろと最後まで避難の誘導をしていたと伝えられたのです。その後、残念ながらショッピングセンターの非常階段の瓦礫の中から遺体で発見されました。及川市議は中里市政の8年間を支え、さらに2月に鳥羽市政へと継続させる大きな役割を党の市議団長として果たしました。地域の人はいつもニコニコ笑い、よく相談に乗ってくれ、面倒見が良い人だったと語っています。不屈で力強さ、思いやりを持った党員だったからこそ、最後の一郎さんの頑張りと姿があったと思います。及川一郎同士の奮闘をみんなで心に深く刻みたいと思います。被災地の日本共産党員の皆さんが避難所で、仮設住宅で、破壊された漁港で、地方議会で被災者救援の先頭に立ち、切実な要求を掲げて政治を動かし、住民の皆さんの信頼を高めている、これは国民の苦難軽減のために献身するという日本共産党の立党の精神を体現したものであり、我が党の誇りであります。全国の日本共産党員と党組織は、多くの民主団体の方々と共同で救援募金やボランティアなどの被災地と心を一つにした活動に取り組んできました。日本共産党に託された震災募金は8億8000万円を超えまして、党機関再建の支援募金は2億2000万円に達し、合計で11億円という空前の規模に達しました。自治体、農協、漁協、商工会議所、商工会などにお届けしておりますが、感謝とともに驚きの声も寄せられております。金を出せという政党はあっても義援金を届けてくれる政党には初めて出会ったという声も少なくありません。党の呼びかけによるボランティア活動では、全国から延べ1万1000人以上が現地に駆けつけ、民主団体のボランティアと共同して被災者支援に取り組んでおります。ここには多くのドラマがあります。震災募金の中央への振り込み用紙を見ますと、心のこもった声がびっしりと綴ってあります。ある新聞赤旗の読者は、これまで420円、520円と、なんと62回にわたって総額4万1208円の募金を送ってくださっています。この方は、できる範囲で募金しよう、共産党なら間違いなく救援に使ってくれると、1日1000円と決めている食費などの残金を募金として送金を続けてくれております。ボランティアにもさまざまなドラマがあります。
宮崎県綾町の若い姉妹は、宮城県の石巻市で救援物資を届け、泥出しや炊き出しなどに取り組みました。まあ、帰郷後、まだまだ支援が足らないとの思いから、地元の町長さんにボランティアの体験と現地の実情を切々と伝えて、町として支援してほしいと訴えた。それを受けて町側も、校庭期の時には全国からお世話になった町としても何か援助をしたいと思っていました。協力させてほしいと快諾しました。現地の当地区委員会と連絡を取り、今住民が欲しいもの、不足しているもののリストをもとに段ボール10箱の支援物資を送った とのことであります。日本共産党のボランティア活動が作ったですね、人と人との連帯の絆が自治体と自治体との連帯の絆につながったということは嬉しいことではないでしょうか。苦しんでる人々がいたら、いても立ってもいられない、こういう人々によって党が支えられていることは嬉しい限りであります。私は募金とボランティアへのご協力に心から感謝するとともに、さらに被災地への支援を発展させることを強くお願いしたいと思い次第でございます。さて皆さん、私たちの党は今年で党を作って89年になりますが、日本国民が大災害に遭遇したとき、そこには常に国民の命を守るために献身的に奮闘した日本共産党の活動がありました。今日は戦前の天皇制権力による過酷な迫害の下での先輩たちの活動を紹介したいと思います。日本共産党が創立されたのは1922年7月15日ですが、その翌年1923年9月1日関東大震災が起こり、死者行方不明者で約10万5千人という大災害となりました。日本共産党は1923年6月の第一次弾圧で党指導部ら約80人が検挙され投獄されていました。しかし党の指導のもとに1923年4月に結成された日本共産青年同盟、今の民生同盟の前身ですね、この初代委員長の河合義虎をはじめ、弾圧を免れた党員や労働組合員が命がけで被災者の救援に当たります。河合義虎は当時の東京府の南葛飾郡を中心に作られた南葛労働会に参加し、南葛魂という言葉とともに語り継がれている戦闘的労働運動の中心的活動家としても活動していました。関東大震災が起こったとき、彼は必死の救援活動に取り組みます。猛火が迫る中、幼児3人を救い出し、赤ちゃんには粉ミルクを買って飲ませ、子供にはビスケットを食べさせ、自分の上着をかけて上野公園で一晩中抱いて安全なところに移すということをやっております。彼はその直後に捕まって亀戸の警察署で21歳の若さで虐殺されました。彼のお母さんは我が子を殺されたことへの悲しみと怒りとともに、息子が死ぬ前にそうした心優しい献身的活動をやっていたことを知って涙を流して喜んだということが伝えられております。
生まれたばかりの日本共産党、共産青年同盟、こういう活動に取り組んだのであります。なおこの無法な虐殺行為に対して亀戸の警察署長は当然の処置だと開きなりの談話を出しましたが、それを出させたのは後に読売新聞社の社主となった当時警視庁官房主事の正力松太郎という人物でありました。この人は後でお話しする原発問題の時にも出てくる名前ですので、覚えておいていただけたらと思います。今一つ紹介しておきたいのは、1933年3月3日青森、岩手、宮城を襲った昭和の三陸大津波、死者行方不明者3604人という大災害の際の救援活動であります。当時の日本共産党はその前の月の2月20日に小林武司が特攻警察によって虐殺されるなど苛烈な弾圧の最中にありましたが、救援を呼びかけます。これは当時の日本共産党の機関紙の石器3月10日付です。一面は小林武司の労農層の呼びかけ、二面に大津波飢餓凶作の東北三陸沿岸を襲う革命的労働者はいかに罹災民を救援するかという訴えが載っております。被害の深刻さを克明に伝え、次の要求を掲げております。一つ、米、着物、燃料、家屋、材料は国家資本家地主から即時無償で直接罹災民に支給せよ。二つ、罹災地農民の小作料、税金、借金の棒引き免除。三つ、漁具、船、農具、種子、肥料等一切の仕事に必要な用具の政府からの無償支給。こういう要求を並べてですね、そして真実の労働者的立場から救援金、救援品を直接罹災民の手に送れ、こう呼びかけております。当時党と労農救援会は医療救援隊を派遣するなど懸命の救援活動に取り組んでいます。しかし天皇制権力はこの救援活動に対しても大弾圧を加え、逮捕された数は300名余りに及びました。逮捕された一人に東京の大崎無産者診療所、今日の民意連運動の発祥の地で看護師として働いていた砂間明子さんという方がいます。夫の砂間一郎さんは当時投獄されており、戦後衆議院議員などを務めた私たちの大先輩です。この明子さんたちはですね、被害が最も大きかった太郎村に行くことになり、盛岡からは官憲の目を逃れるために雪の中を歩き、約100キロ離れた宮古に行き、さらに船で1時間半かけて現地に向かいました。役場で救援金と医薬品を渡し、すぐに診療を始めます。たちまち行列ができました。ところがわずか3時間で特攻警察によって逮捕されました。地元新聞は特攻の情報でこう書きました。罹災地に赤いマシュ、3名のオルグ逮捕、診療を行いつつ運動。被災者の方の命よりも天皇制権力を守ることを上に置いたんですね。無法で残虐な弾圧を受けながらも、私たちの先輩は災害から国民の命を守るために、それこそ命がけで頑張り抜きました。
この伝統は戦後の阪神・淡路大震災をはじめ数々の災害救援でも脈々と発揮され受け継がれてまいりました。今被災地で発揮されている国民の苦難軽減のために献身するという我が党の精神はこうした不屈の伝統の上にその積み重ねの上に築かれたものであるということを私は先輩たちへの心からの敬意を込めて強調したいと思う次第でございます。皆さん、大震災からの復興は長期にわたる国民的大事業です。日本共産党は被災者支援の緊急課題では政治的立場の違いを超えて力を合わせるという姿勢を一貫して貫いてきました。その中で政治を前に動かす変化も作りつつあります。例えば二重ローンの解消を目指す取り組みです。我が党は大震災にあたっての第二次提言で国の責任で債権を金融機関から買い取る機構を作り債務の減免を図るという提案を行いました。この提案に基づいて国会質問を積み重ねる中で野党間に協力の流れが起こり参議院本会議で賛成多数で法案が可決されたということをご報告したいと思います。衆議院でも可決成立させすべての事業者に支援が行き渡る制度とするために全力を尽くしたいと思います。同時に財界主導の上からの復興の押し付けか住民合意を尊重した復興かの激しいせめぎ合いが起こっております。大震災を契機に国民の中に人と人との絆を大切にしたいという連帯の思いが広がっているとき、そうした思いを真っ向から踏みつけにしようという勢力がいます。政府と宮城県は日本経団連のシンクタンクの青写真に沿って大企業が自由勝手に沿岸漁業に参入できるようにする水産特区構想なるものを持ち出してきました。船を失い漁港も加工業も流通業も破壊されるもとで漁業者の皆さんが一体となって必死に再建しようとしているときに復興に向けてやるべきことをやらず漁業者の皆さんを追い詰めその絆を分断してここがチャンスとばかりに大企業に儲け口を提供する、こんな卑劣な政治は許すわけにまいりません。漁協の皆さんはこの動きに激しく反対しています。先日私は全漁連全国漁業組合連合会が開催した水産特区で浜の秩序を壊すなと訴えた緊急全国集会に参加しました。全国の漁業者の深い怒りに包まれた集会となりました。宮城県漁連の安倍力太郎理事長は家や船、漁具を失った漁業者は避難生活を送りながら立ち直ろうとしている、その苦しい時期に何故漁場を企業に与えることを可能にする水産特区を作らなければならないのかと切々と訴えました。岩手県漁連の大井誠二会長はこう訴えました。我々は3つの涙を流した。大津波で壊滅的打撃を受けた悲しみの涙、多くの励ましや支援を受けている感動の涙、水産特区構想による不安と混乱を招く憤りの涙だと。その後各党が所信表明ということで発言しました。
他の党ははっきり言いません。どの党とは言いませんが、やじられた党もあります。私が漁業者の絆を分断し、企業が強引に土足で浜に入ることには断固反対と訴えますと、温かい拍手が何度も起こりました。共産党の委員長が全国の漁業者の前で話すのは史上初めてでありまして、最初は相手も緊張したようでありますが、深く心が通じ合った思いがいたしました。日本共産党はこの無法な攻撃に対して、相手が諦めるまで漁業者の皆さん、国民の皆さんと手を携え、日本の漁業、東北の漁業を守るために頑張り抜くことをお約束したいと思います。もう一つ被災地で大問題になっているのは、ソニー仙台テクノロジーセンターによるリストラ計画です。ソニーは被災を理由に労働者2000人のうち正社員280人を県外に広域配転する、機関社員150人の全員を雇い止めにする計画を打ち出しました。しかも許しがたいことに、ソニーの中鉢副会長は政府の復興構想会議に経済界代表の委員として参加しています。我が党の山下芳樹議員が先日の参議院予算委員会で首相に、放っておくつもりなんですかと厳しく正しました。首相はしどろもどろになり、自民党席の方からも応援のやじが飛びました。復興構想会議こそ雇い止めにしろ。この質問は大きな反響を呼びましたが、私は2つの点が国民の心に響いたと思います。一つは、ソニーで働く若い機関社員は自ら被災しながら職場に駆けつけ、泥のかき出しなどを工場の復旧作業に当たったんです。ソニーで働くことに誇りを持ち、雇用の形こそ非正規でしたが、仕事の中身と志はプロフェッショナルだったんです。そういう若者を震災のただ中で切り捨てて、どうして復興ができるか。もう一つは、宮城県気仙沼市で水産加工業を営む地元企業は、9つある工場のうち8つが津波で全壊しながら、800人の従業員を一人も解雇せず、雇用を守ることは地域の絆を守ることという信念のもとに頑張っている。地元の中小企業がそういう覚悟で逃げずに雇用を守っているのに、大企業がさっさと逃げ出すということが許されるのか。こうした無法を許すわけにはいきません。大震災の時こそ巨額の内部留保をため込んできた大企業が雇用を守り、社会に恩返しすべきではありませんか。復興の戦いは、日本共産党綱領が示すルールある経済社会を築く重要な内容の一つです。この危機を国民みんなの力で乗り越え、災害で壊された生活と生業の基盤回復を国の責任で行う、しっかりしたルールを作ろうじゃありませんか。震災に乗じた大企業の横暴勝手を許さず、雇用と地域への社会的責任を果たさせるルールを作ろうじゃありませんか。皆さん、危機に際して今国民の中で人と人との絆を大切にしたいという新しい変化、未来ある変化が
起こっていることに深い確信を持ち、この変化をさらに発展させて、社会的連帯で人々が支え合う新しい日本を作ろうではありませんか。次に、原発問題と日本共産党の立場について話したいと思います。東京電力福島第一原発の事故は事故後5ヶ月になろうとしていますが、なお深刻な事態が続いております。私はまず政府に対して収束方向が見えてきたなどと根拠のない楽観論を振りまくのではなく、起こっている事態を客観的に把握し、最悪の事態も想定し、収束のためになしうるすべてのことを責任を持って実行することを強く求めるものであります。また放射能の被害から国民の命と健康を守るためのあらゆる手立てを取るとともに、被害者に対する速やかな全面賠償を行うことを政府と東京電力に強く求めます。原発問題をめぐって国民の意識に劇的な変化が起こっております。被害の深刻さが明らかになるにつれて、どの世論調査でも国民の7割から8割は原発の縮小廃止を求めています。原発安全神話は根底から崩れつつあります。原発をめぐる政治の嘘が明るみに出されるもとで、真実を知りたいという動きが広がり、それはこれまで原発の危険性を批判し続けてきた日本共産党への新たな注目になっています。不破鉄道社会科学研究所所長が光陵古典の連続教室で行った講義、科学の目で原発災害を、考える、このパンフレット大反響であります。これはですね、神戸、兵庫県の医師会の会報なんですが、6月1日に行われた、理事会の様子が報じられています。医師会のですね、川島隆一会長の挨拶が掲載しておりますが、これ読みますとですね、ずっとですね、私は共産党員ではありませんがと断りながら、挨拶のなんと3分の2は不破さんのパンフの、紹介なんですね。じっくり読み込んだと思われる生活かつ詳細な紹介になっております。川島会長の挨拶は最後にですね、医師会を挙げて根本的に原発問題というのをしっかり考え直さなければいけない、こう訴えております。さらに川島会長はですね、その後開かれた兵庫県医師連盟の総会の挨拶で、これホームページにが出ておりますが、ある野党は原発反対を一貫して主張し続けてきた、我々はイデオロギーの違いを理由に意見を聞いてこなかった、その反省に立ってこれからは党派を超えて交流し、我々の医療理念を提言していきたい、こう語っております。嬉しい話です。安全神話が崩れていますと、これまで視野に入っていなかった日本共産党が誰よりも正論を述べていた、ここでも新しい響き合いが起こっているではありませんか。さらに国民の声は政治を動かし始めました。5月東海地震の想定震源域の真上に作られた中部電力浜岡原発が停止に追い込まれました。浜岡原発を止めた力は
どこにあるか。菅首相の力じゃありません。1967年に計画が持ち上がって以来、一貫して反対を貫いてきた住民運動の力であり、第一歩の勝利であります。先日静岡市で5000人の大集会が持たれ、私も参加してその熱気に感動しましたが、永久停止廃炉を実現するまで頑張り抜きたいと思います。さて、浜岡原発が危険ということになりますと、他の原発は安全かという大問題が持ち上がってまいりました。定期検査中の原発の再稼働を認めていいのかが焦点となりました。政府は小手先の姑息な対策なるものを施しただけで、安全宣言を行い電力会社に再稼働を要請しました。しかしこの対策なるものがいかにひどいものか、一つ例をお話ししましょう。例えば水素爆発対策として原子炉建屋に穴を開けるドリルを用意させるっていうんです。しかし皆さん考えてみてください。炉心が溶けてですよ、水素爆発をしそうな原子炉建屋に一体誰がよじ登ってドリルの操作をするんでしょうか。この安全宣言なるものが役に立たないとなり、政府は追加の安全テスト、ストレステストなるものをやると言い出しました。しかしこのテストをやるのは一体誰でしょう。電力会社と原子力安全保安院と原子力安全委員会です。しかしこの面々といえば、あの大事故を引き起こし収束もできない、資格も能力もないことが証明された3人組じゃありませんか。テストするどころかテストされなければならない側じゃないですか。こんな無責任な取り繕いで原発を再稼働させることは断じて認めるわけにはいきません。加えてとんでもない問題が持ち上がりました。九州電力のやらせメール問題です。やらせメールには例文集というのもあったんです。例えば電力が不足していては夏の熱中症が大変に心配です。犠牲になるのは弱者である子どもや年配者、弱者の味方を装った卑劣なもんですね。この問題は九州電力の関連会社の方から共産党福岡県委員会にこれはあまりにひどいと告発が寄せられました。新聞赤旗は慎重に事実関係を確かめた上でスクープ記事を掲載しました。他の新聞も大体掴んでたんだけど、宮殿に否定されるとみんな載せなかったんです。載せたのは新聞赤旗だけでした。続いて国会で笠井明議員が追及しました。海江田大臣はそんなことが本当だとすれば許されないと言い、その夜ついに九州電力は緊急記者会見を開き、やらせメールの事実を認めました。日本共産党ならではのですね、草の根から国会への連携プレーで嘘を暴き、限界原発の再稼働をストップさせた。さらにやらせ問題は拡大しています。中部電力や四国電力の国主催のシンポジウムで、なんと原子力安全保安院が賛成質問などを要請していたことが明らかになりました。原子力を規制すべき保安院がやらせを要請するなど言語道断、文字通りの自殺行為であります。保安院どころか不安院に身を落とした原子力安全保安院は解体し、推進機関である経済産業省から文字通り独立した原子力の規制機関を速やかに作れ
このことを強く求めたいと思います。このやらせ問題っていうのは何を明らかにしたんでしょうか。それは不正な世論操作をやらなければ原発は安全だと住民を説得することができない。言い換えれば原発がいかに危険なものであるかを自ら証明してくれたのがやらせに他なりません。皆さん、国民の声、日本共産党の活動が政府と電力会社をここまで追い詰めたことに確信を持って戦いを前進させようではありませんか。皆さん、福島原発事故は原発と人間社会は共存できるのかという大問題を突きつけました。日本共産党は6月13日原発からの速やかな撤退、自然エネルギーの本格的導入を国民的討論と合意を呼びかけますと題する提言を発表いたしました。この提言の中で私たちは原発の危険性とは何かを突き詰めて明らかにし、撤退の論理を太く示しました。第一に、原発事故には他の事故には見られない異質の危険があるということです。すなわち、ひとたび重大事故が起こった場合に放射性物質が外部に放出されますと、もはやそれを完全に抑える手段は存在しません。被害は空間的にどこまでも広がる危険があり、現に放射能による汚染は日本列島の各地に深刻な打撃を与えています。被害は時間的に将来にわたって続く危険があります。特に子どもたちへの健康被害が強く懸念されます。未来を担う世代の命と健康を守るためにあらゆる手立てを取ることを私は政府に強く求めるものであります。そして被害は社会的に一つの地域社会の存続を丸ごと危機にさらしています。私は震災後、福島県川俣町、飯舘村、南相馬市などを訪問いたしましたが、美しい花が咲き緑豊かな自然が広がる土地です。遥か山の先から雲に運ばれてやってきた放射能によって避難を強いられた住民の皆さんの無念と怒りはいかばかりかと思います。皆さん、人間社会にこうした危険をもたらす事故が他にあるでしょうか。中曽根元首相は飛行機だって落ちると思いました。もとより飛行機事故も起こしてはならないものですけれども、事故の可能性があるからといって飛行機廃絶を訴える人はいないでしょう。原発事故というのは飛行機事故とも違う、自動車事故とも違う、それは文字通り他に類のない異質の危険を人間社会にもたらすものです。この危険をなくす方法はただ一つ、原発そのものをなくすしかない、このことを訴えたいのです。第二に、こうした異質の危険は一体何に起因してるんでしょうか。それは現在の原発の技術が本質的に未完成で危険なものであるということに起因しています。それでは原発の危険性の本質とは何か。それは一言で言いまして、今開発されているどんな方の原子炉も核エネルギーを取り出す過程で莫大な死の灰を生み出すということです。そして一旦死の灰が作られたら
人類はそれをコントロールのもとに置く手段を持ち合わせておりません。死の灰を無毒にする方法を人類は持っていません。それはただ閉じ込めておくしかありません。しかし安全に閉じ込めておく方法を人類は持っているか、持っていないことは3マイル、チェルノブイリ、福島と人類は3度も経験したではありませんか。死の灰の危険がなくなるにはただ時を待つしかないんです。しかしそれに要する時間はなんと100万年という超歴史的な時間です。100万年といってもピンときませんね。今から100万年前と言いますと北京原人よりもっと前の時代です。これから100万年先という途方もない時間を閉じ込める保証がどこにあるんでしょうか。一体誰の責任でそれをやるんでしょうか。間違いないことは自民党も民主党もないことははっきりしてますね。核のゴミの国際的な最終処分場を日米主導でモンゴルに作る計画が報じられております。私は先進国で作った核のゴミを途上国のはるか未来の世代に押し付けることは絶対にやってはならないということを訴えたいと思います。皆さん、ここに原発の持つ危険性の本質があります。安全な原発などありえません。その危険をなくす方法はただ一つ、原発をやめるしかありません。このことを重ねて強調したいと思います。第3にこれらを踏まえまして私たちの原発撤退提言では、原発の速やかな撤退を決断し実行に移すこと、同時並行で自然エネルギー、再生エネルギーの爆発的な普及に全力で取り組むことを呼びかけました。日本の自然エネルギーには巨大な可能性があります。環境省の試算でも利用可能な自然エネルギーは原発の総発電能力の40倍にも上るんです。先日私は外国特派員協会で原発問題の講演を行う機会がありました。質疑も活発で我が党の提言への共感が寄せられました。このパンフになっております。こっちのパンフと姉妹編でご活用ください。で、この、講演ではですね、質疑の最後にですね、司会者がこう結んだんです。今日は党の政策を説明してくださりありがとうございました。再生可能エネルギーの可能性は原発の40倍に当たるということが頭から離れません。 C さんには原発撤退を実現させた後に再びここに来ていただき、どうやってそれを実現したかを報告してくださることをメンバー 全員が希望しております。一日も早くそういう日を作りたいと思います。国民的討論と合意で原発ゼロの日本を作るために大いに力を尽くそうではありませんか。皆さん、ところで原発事故の持つ一室の危険について政府は知っていたんでしょうか。実は政府は1960年に茨城県東海村で50万キロワットの原発が重大事故を起こした際の被害推定を行っていました。ここにそれを持ってまいりましたけど、大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算と題する244ページに及ぶ詳細なレポートです。その結果は恐るべきものでした。最後にこの試算表が出ておりますが、数百名の死者、数千人の放射能障害者、400万人の放射能被害による要観察者が
生じうる。損害額は当時の日本の国家予算の2倍以上、3兆7300億円に上る。これは唯一日本政府が行った被害推定のレポートなんですよ。しかしあまりの衝撃的な被害の大きさにおののいて、政府は国会にもこのごく一部を報告しただけで、肝心の被害推定については国民に隠し続けてきました。この隠されたレポートは19年後、日本共産党の努力で掘り起こされ、1979年4月9日付の赤旗で幻の被害推定報告書としてスクープされました。それでも政府は被害推定をしたこと自体を否定し続けました。政府がこのレポートの存在を公式に認めたのはさらに20年経った1999年のことでした。なんと39年間も国民に隠し続けてきたんですよ。このレポートが1960年に正直に公開されていたら、私は日本に54基もの原発を作ることはできなかったと思います。原発事故の恐るべき危険を知りながら、都合の悪いことは国民に隠す、原発は安全だという安全神話を垂れ流して国民に原発を押し付けた歴代政権の罪はあまりに深いと言わなければなりません。真実を隠蔽し、嘘と虚構の上に作られた原発はなくすしかありません。重ねて訴えたいと思います。ここで私は原発の危険に反対し続けた日本共産党の半世紀余りの歴史を話したいと思います。1953年12月、アメリカのアイゼンハワー大統領は国連演説でアトムズ・フォー・ピース、原子力の平和利用を呼びかけます。濃縮ウランを世界中に提供して原子力を米国の支配下に置く大戦略を始めます。その標的となったのが日本でした。1955年に最初の日米原子力協定が結ばれ、原子力基本法が作られ、初代原子力委員長には正力松太郎氏、関東大震災の救援を弾圧したその人が就任します。この原子力基本法に対して当時の自民党も社会党も賛成する中で、その危険性の問題を指摘して反対したのは当時労働党と共同会派を組んでいた日本共産党だけでありました。1950年代後半、この原子力基本法を受けて研究炉と商業炉の導入が急ピッチで進められます。その下で日本列島の東と西で2つの原発計画に反対する住民の運動が起こり、日本共産党はその先頭に立ちました。一つは、関西研究用原子炉の設置に反対する運動です。もう一つは茨城県東海村に初の商業用原発を導入する動きに反対する運動です。東西2つの反対運動が起こる。この戦いを踏まえまして、日本共産党は綱領を決める直前に開いた1961年7月の中央委員会総会で原子力問題に関する決議を採択します。その決議では、我が国のエネルギー経済技術発展の現状においては、危険を伴う原子力発電所を今直ちに設置しなければならない条件は存在しない、我々は東海村の原子力発電所の建設工事の中止を要求する、はっきり明記しています。
日本共産党は日本で原発が導入された一番最初の段階からその危険性に警鐘を鳴らしきっぱり反対し住民とともに戦ってきたことを紹介しておきたいと思います。さて1960年代以降電力会社による原発設置計画が次々と明らかになる中で日本共産党はそのすべての計画に反対し全国各地で住民とともに戦ってきました。国会論戦でも安全神話の嘘を追及し原発の持つ重大な危険性とそれを管理監督する政府の無責任さを具体的に正してきました。私が今日強調したいのは草の根の戦いと国会での論戦によって政府と電力会社の思い通りにはことが進まなかったということです。今日まで全国で17箇所の原子力発電所が建設され現在54基の原発が存在しています。原発の総発電能力は約4800万キロワット日本の総発電能力の 25% となりました。しかし今立地している17箇所の原子力発電所はすべて1960年代までに電力会社の立地計画が明らかになったり自治体が誘致に動いたりしたもので1970年代以降に新規立地が計画された原子力発電所で稼働までこぎつけたものは一つもないんです。住民運動と日本共産党の共同の奮闘によって原発の立地を断念させた戦いが無数に生まれました。調べてみますと主なものだけでも全国で25箇所に及びます。一つ一つ名前を読み上げていきたいと思いますが懐かしい名前も出てきます。新潟県牧町、石川県珠洲市、福井県小浜市、福井県川西町三里浜、京都府久美浜町、京都府舞鶴市、京都府宮津市、兵庫県三津町、兵庫県霞町、三重県紀勢町、南東町、芦浜、三重県紀伊長島町、城之浜、三重県美山町、大城浜、三重県熊野市、市浦、和歌山県引川町、和歌山県日高町、和歌山県小座町、岡山県日奈瀬町角井島、山口県豊北町、山口県萩市、徳島県海南町、徳島県阿南市、愛媛県対馬町、高知県久保川町、高知県佐賀町、宮崎県串間市、主なものだけでも25ですよ。これ全部潰したんです。これだけの原発立地計画を住民の運動で住民投票で市長選挙で中止に追い込んだ。それでは政府と電力業界は原発をどれだけ増やそうとしていたのでしょうか。1972年に政府が作った長期計画というのがあるんですがそれではですね当時182万キロワットだった原発をですね1990年には1億キロワットまで増やす計画を立てています。恐るべき
原発大増設の野望であります。これが実現していたら、日本の電力の半分は原発となり、原発中毒で体はボロボロとなり、そこから抜け出すには大きな困難となったでしょう。しかし1億キロワットという目標は達成できず、約4800万キロワットと半分以下に抑えられたんです。全区の住民の戦い、日本共産党の戦いが原発大増設の計画を半分以下に抑え込んだ。全国各地で展開された草の根の戦いの歴史に大いに誇りと自信を持とうじゃありませんか。原発の立地が強行されたところでも、原発の危険との戦いが不屈に粘り強く取り組まれました。福島原発についても、住民運動と日本共産党による長い戦いの歴史があります。先日、福島県議会の佐藤典康議長が陽性に見えて、私に次のように話されました。日本共産党の宮川恵美子県議が昨年、県議会のエネルギー政策委員会で、地震津波対策が取られていない、事故が起きればどうするのかと発言されたのが忘れられません。1年前の宮川さんの発言をもっと真剣に受け止めていれば、多少変わったかなと反省しています。福島県議会で原発からの撤退の方向性を確認しました。原発に協力してきた大きな責任があり、だからこそ今後の対応に大きな責任を背負っていると考えています。私は大変立派な姿勢で胸に染みましたと応じました。福島原発は不幸にして大事故となりましたが、私はその危険に警鐘を鳴らし続けた活動は決して無駄ではない、今後に生きるものだということを確信を持って言いたいと思います。皆さん、戦後半世紀余りにわたって国民の皆さんの安全に責任を負う立場から、住民とともに原発の危険に反対を貫いた政党が日本共産党であります。今回の原発撤退提言はこの歴史の積み重ねの上に作られたものであり、私は長年にわたって住民の命と安全を守って草の根の戦いに取り組んでこられたすべての方々に心からの敬意を申し上げたいと思います。さて皆さん、なぜ日本のような世界有数の地震津波国にが原発列島とされていったか、その根底には日本の政治の2つの歪みが横たわっています。第1は、日本経団連も深く関与しての原発利益共同体とも呼ばれている利権集団の存在です。原発は1基作るのに5000億円もかかると言われるビッグビジネスです。これで儲けている勢力は誰か。まず電力会社、原発メーカー、大手ゼネコン、鉄鋼セメントメーカー、大銀行など財界の中枢を構成する大企業です。この勢力が原発推進の政党政治家に政治献金を配り、代弁者に仕立て上げる。特権官僚と癒着し、官僚を操り、官僚は電力会社に天下りをして巨額の報酬を得る。一部有名大学の研究などに巨額の寄付をばらまき、御用学者を作り上げる。原発事故が起こった後も、彼らは恥知らずにもテレビに登場してきました。直ちに健康に
影響はないとか、原子炉格納容器の健全性は確保されていると考えられますとか、無責任な発言を繰り返しました。そして巨大メディアを巨額の広告費で買収し、共同体の仲間に引き入れました。これらの原発利益共同体は、あらゆる異論を排除する原子力村と呼ばれる閉鎖集団を作り、安全神話の製造元となり、国民を嘘で欺いて原発を推進し、巨額の利益を貪ってきました。私は先日の外国特派員協会の講演で、これに原子力村のペンタゴンという名前をつけました。ペンタゴンというのは五角形のことですが、財界、政界、官僚、御用学者、巨大メディアによるペンタゴンであります。このパンフレット、この五角形の意味はそこにあります。私は原発利益共同体の一員として、国民を欺いて大儲けをしてきた勢力に強く求めます。まずその罪を深く反省することを求めます。そして原子力災害の被害に対する共同責任と賠償への共同の負担義務を果たすことを強く求めたいと思います。私が深刻だと考えるのは、巨大メディアがこの利権集団の一員に加わっているという事実です。ここに電力10社で構成する電気事業連合会で広報部長を務めた鈴木達氏の回顧録、電力産業の新しい挑戦と題する本があります。1970年代電力業界が巨額の広告料で大手新聞を次々に買収していた経過が、当事者の口から赤裸々に語られています。それは朝日新聞から始まりました。1974年8月から電力業界の10段の PR 広告が毎月必ず欠かさず朝日に掲載されるようになります。そうしますとですね、早速読売新聞が飛んできたと鈴木は書いています。読売の広報担当者はこう求めました、原子力は私どもの社長の故正力松太郎さんが導入したものである。それをライバル紙の朝日に PR 広告をやられたのでは、私どもの面目が立たない。こう言って読売にも PR 広告が載るようになりました。朝日読売と続きますと、この本によれば毎日新聞もハゼさんずる、毎日新聞からも広告の要請が来るようになりました。しかし毎日は当時原発に反対するキャンペーン記事を掲載していました。鈴木氏はこう短歌を切るんですよ、御社では今原子力発電の反対キャンペーンを張っている。それは御社の自由である。反対が天下のためになると思うなら反対に徹すればいい。広告なんてケチなものはどうでもいいではないですか。こう言われて毎日は原発の記事を慎重に扱うと約束し、毎日にも PR 広告が載るようになりました。こうして原発マネーは大手新聞を総なめにしていったんです。この前外国特派員協会でこの話をしましたら、特派員の関心そこに集中しましてね、なぜ朝日から始まったんですかと、なぜ朝日が最初の標的とされたんですかと、
朝日はリベラルな新聞だと思っていたかと、こういう質問がありました。私はそう世間から思われている新聞だからこそそこから始まったんじゃないでしょうかと、こう答えたんですが、朝日には当時どんな PR 広告が掲載されていたのか、今日は証拠物件を持ってまいりました。これは1975年8月27日付の朝日新聞に掲載された PR 広告です。10段の大きい広告ですね。見出しはですね、大見出しが原子炉が爆発しないのはなぜか。そしてですね、何と書いてあるか。原子炉は原爆とは全く違った性格のものです。原子炉の安全設計は取り越し苦労ともいえるほど念入りに行われています。たとえすべての制御装置が働かなくなったとしても大事故を起こすことはありません。当面は原子力発電に頼らなければなりません。こういうものを出したんですね。これ今出せますか。朝日新聞は自分自身でも今度は原発推進のキャンペーンを張るようになります。1976年の7月から9月にかけて、核燃料探査から廃棄物処理までと題する48回の連載記事が掲載され、この一冊の本にまとめられました。これ読んでいますと、もう目を覆うばかりの原発安全神話が満載されております。原発事故が起こった後、これらの大手新聞の中には原発の危険を伝える報道を始めているところもあります。それ自体は結構なことです。しかし自分たちがやってきたことへの猛省が必要ではないでしょうか。東京の2万人集会、静岡の5000人集会を一行も報道しないという姿勢は改めたらどうでしょうか。それは事実に誠実で公正な報道機関なら当たり前のことだと私は考えるものであります。皆さん、第二の問題、それは日本の原子力政策が日本国民の意思によってではなく、アメリカの原子力戦略に従属して決められてきたという問題です。そのテコになったのは、原子炉で燃やす燃料となる濃縮ウランでした。最初の日米原子力協定は、1955年、濃縮ウラン6キログラムが提供されます。これを燃やさなきゃならないっていうんで、アメリカ製の研究炉を輸入する。濃縮ウランの提供、それを燃やすために原発導入という、世界に類を見ない逆立ちしたスタートとなりました。次は1958年の原子力協定で、今度は濃縮ウラン 2.7 トンが提供される。これと一体にアメリカ製の実験炉が輸入されます。次は1968年の原子力協定で、今度は大規模です。濃縮ウラン154トンが提供される。これと一体に原子炉はアメリカのゼネラルエレクトリックとウェスティングハウスという原発メーカーが競って売り込みをかけてきます。その後も原子力協定は更新されましたが、今日も日本の原発で使われている濃縮ウランの 73% はアメリカからの輸入に依存しています。原子炉も自分で作ったものじゃありません。アメリカの製品のコピーにすぎません。福島第一原発1号機はゼネラルエレクトリックの設計をそのままコピーしたものでした。そのために笑えない笑い話が起こりました。非常用電源が
津波で真っ先に壊される地下に設置されたんです。なぜそんなバカなことをしたのか。アメリカではですね、一番の自然の脅威といえばハリケーンと竜巻なんです。だから非常用電源は地下に設置されるんです。アメリカ製品のコピーをした結果がこの重大事故を招きました。その後に作られたいろんな原発もそのすべてがアメリカ技術のコピーにすぎません。だから今度のような重大事故が起こると自分で処理ができないでしょう。アメリカの力を借りないとどうすることもできない。世界の主要な原発利用国で自力で原発の開発をせずコピー製品に頼っているのは日本だけであります。濃縮ウランも原子炉もアメリカ頼み、事故の処理も自力でできない。こんなエネルギーの対米従属からは抜け出して自然エネルギーという国産エネルギーに大きく切り替えようじゃございませんか。このように原発からの撤退の戦いは原発利益共同体を解体し国民の命と暮らしを守るルールある経済社会を築く戦いです。エネルギーの対米従属を出していく戦いです。それはアメリカ財界言いなりという日本の政治の二つの異常を正し日本社会の姿形を大きく変える戦いです。自然エネルギーの本格的な普及と低エネルギー社会への転換によって全ての人々が安心して暮らせる社会、人間らしい生活と労働が保障される社会、これが私たちの展望であります。皆さん、こうした大きな展望を持ってですね、原発ゼロの日本を作る、この一点で広大な国民的な共同を作り上げようじゃありませんか。共に頑張りましょう。今日は国民の変化と日本共産党という角度からさまざまな話をしてまいりましたが、最後に国民の中に起こっている変化をさらに大きな政治的な流れの中で見てみたいと思います。財界が主導して2003年から本格的に開始されたいわゆる二大政党づくりの動きは、自民か民主かの枠組みに国民を押し込めて日本共産党をその選択肢から排除する最強の反共作戦として始められました。この動きは私たちにとって大きな逆風となり、選挙戦でも苦労が続きました。この二大政党づくりの動きの最大のピークはいつだったか。2009年8月の他でもない念願の政権交代が実現した瞬間でした。この時に最大瞬間風速が吹いていた。この瞬間を大きな転機として、この動きはたちまち深刻な行き詰まりに突き当たりました。国民が政権交代に託したのは自民党政治を変えてほしいということでした。しかし実際に起こったことは全く違った。沖縄の普天間基地問題、消費税増税問題、 TPP 問題、自民党政治と同じ道に戻ることでした。今の国会ご覧なさい。不毛な党略的政争に明け暮れる民主党と自民党の両党の姿に国民は呆れ返っている。深い失望と怒りを募らせていると私は思います。この反共作戦はわずか2年という支配勢力の思惑を超えるスピードでその馬鹿を表しました。国民の皆さんの中にこれまでとは違う政治、新しい政治への
探求の流れが生まれております。支配勢力が選択肢の外に置こうとした日本共産党の主張にこそ政治の真実があるのではないか、こうした動きがさまざまな分野で起こっております。3月11日の大震災と原発事故は多くの人々に今苦しみを与えています。ただ危機の中で国民のこの変化の流れを加速する転機にもなりました。それは日本国民の政治や社会への見方、価値観、生き方に対する大きな変化をもたらし、その中で日本共産党との共鳴が広がり、新しい共同がさまざまな分野で広がってるじゃありませんか。なぜ政権交代をしたのに日本の政治は少しも変わらないのか。その根本には米国財界言いなりという日本の政治の2つの異常がある。このことを国民が見極め、今の閉塞打開の展望をつかむならば、日本の政治は大きく変わります。客観的には変わる歴史的前夜にあります。この大きな展望を持って奮闘しようではありませんか。国民の変化は民間大企業で働く労働者の中にも深い形で起こっています。最近の2つの経験を紹介したいと思います。ある民間大企業で反共差別支配に屈せず長年頑張ってきた日本共産党員が定年を迎えました。その際、上司から今日は存分にご挨拶してくださいと言われました。そこで自分の信念、生き方を次のように堂々と語ったと言います。反共労務支配の厳しい差別の中で自分の信念を曲げずに41年間生きてきました。出世とか給料が上がったとかということとは無縁の人生だったけれども、自分の良心を守り通せました。人に恥じない生き方ができたと思っています。そういう意味では幸せだったし、子供たちにも黙って自分の背中を堂々と見せられる、そういう生き方を全うできたと思います。そうしますと翌日から挨拶をしてくれる人たちが増えた。そして上司からこう言われたそうです。あなたにはぜひ職場に残ってほしい。働きすぎで心の病が後を絶たない。あなたには広くみんなを見渡して危ないなと思った人に声をかけてほしい。心の病にならないようケアしてほしい。会社も勝手なもんですが、しかしこの上司の方、やっぱり日本共産党員の値打ちを認めざるを得なかったわけですね。もう一つご紹介いたしましょう。これ別の民間大企業の出来事なんですが、ここでは毎年、模範従業員の表彰が恒例行事になっているというんですね。今年は会社でですね、縁の下の力持ちとして役割を果たしていると評価できる人について従業員からのネット投票が行われました。そうしましたら、なんと第一組合で頑張っている日本共産党員がダントツの1位になりました。会社から金一封をもらったそうです。会社から給料以外にお金をもらうのは初めてだとのことでしたが、表彰を受けた方はですね、さまざまな差別を受け排除されてきましたが、いい加減な仕事はしない、
仕事に穴は開けないと心がけてきました。第二組合員からの相談にも真摯に相談に乗ってきました。こう語っております。皆さん、これまで差別排除されながら頑張ってきた日本共産党員が、多くの労働者から仕事への真剣な態度、信念を曲げない生き方において尊敬され、会社からも共産党員のあの人ならば労働者の心のケアをすることができるはずだと頼りにされる存在になっている。変化は民間大経営の深いところにも起こっているではありませんか。私は最後に訴えたい、今国民の中に起こっている変化は広く深いものであり、それは希望ある変化であります。しかしそれは自動的に日本社会の変革にはつながりません。日本共産党を大きくしてこそ変革は現実のものになってまいります。先ほど歴史的前夜と申しました。自然の夜明けは寝ててもやってきますが、社会の夜明けはみんなで力を合わせなければやってまいりません。今日の私の話に共感していただいた方、なかなかいいこと言うじゃないかと思っていただいた方は、どうか日本共産党に入党していただきたい、そのことを心から訴えたいと思います。新聞赤旗のご購読もお願いしたいと思います。外国特派員協会でなんで新聞赤旗はスクープができるのか、こういう質問もあったんですよ。それは草の根の運動とつながってるからですというお話もいたしました。皆さん、日本共産党員としての生き方は、世間的な出世や栄達とは無縁のものかもしれません。共産党に入ってお金が儲かることもありません。まあ、それぞれですの、力に応じて出費もお願いしなければなりません。しかし皆さん、不当な圧迫に屈せず、自らの良心と信念を貫く生き方にこそ本当に人間らしい生き方があり、生きるに至る人生があり、そしてその中にこそ人間の真の幸福があると私は信じるものであります。皆さん、今日本は大震災と原発事故という危機の最中にありますが、共に手を携えてこの危機を乗り越えるならば、その先には必ずや新しい日本が見えてくるでしょう。この大仕事を日本共産党員として共に取り組もうではありませんか。そのことを最後に訴えまして、私の話を終わりにさせていただきます。日本共産党創立89周年万歳。ありがとうございました。本日は長い時間のご清聴ありがとうございました。これで日本共産党創立89周年記念講演会を閉会いたします。ありがとうございました。出口は